僕は生まれ変わりました。もう人の悪口は言いません。明日じゃないな、次の試合は、正々堂々と戦いたいと、思います。今まで、散々悪口言って、ちょっと良くないなと思っちゃって、今日はだからあんまり言いません。生まれ変わったところを見せます。はい、ありがとうございます。では対する鈴木弘明選手、お願いいたします。どうも皆さん、こんにちは。怪物くんです。ミスターランドマークと前回マイクで言って、こうやって、実はその後マネージャー、宮島マネージャーに直訴して、やっぱり人前で戦わせてくださいとお願いして、この舞台に、皆さんの前で帰ってこれて非常に嬉しく思います。で、対戦相手の、平本選手と、よくね、SNS で見たいってずっと言われてたんで、それが実現したっていう感じですね。お互い、絶対負けたくないし、勝ち星も欲しいと思うんで、そんな夢の食い合いを、皆さんに届けて、心、打ち震えさせたいなと思っております。そんな食い合いを楽しみにしてください。はい、ありがとうございます。では